皆さんこんにちは、安藤梅田です。今日ですね、大乱闘というイベントが久しぶりに始まったわけなんですけども、なんか知ってる大乱闘と違うということで、今までは PVE だったりとか共通のボスをね倒していくっていうシステムだったりとか、あと PVP の時は4対4とかそういった特殊ルールだったんですけど、今回は6対6らしいんですよね。はい、でちょっとルール見ていきましょう。はい、で新しいマルチ対戦コンテンツ大乱闘がグレードアップし期間限定開放されます。シーズンごとにテーマバトルのルールが変わりますということで、はい、求めてないんですけどね、全然そういうなんかいろんな大乱闘を楽しみたいなんてみんな思ってなくて、できるだけねたくさんの人がリスクなくダイヤが取れたらいいなっていうイベントなのにね。シーズンごとにテーマバトルのルールが変わります。銀河戦争と同じバトルモードが適用され、シーズンごとのテーマバトルのルールは右画面から確認することができますと。はい、シーズンごとにテーマバトルが変わるみたいですね。はい、なんかちょっと求めてないんですけどね。じゃあ何、これからは PVP がメインになっていくんですかね。で、海底には様々な財宝が存在している。このモードでは両陣営に宝箱が一つ現れる。先に宝箱を破壊した方が強力な戦闘バフを獲得するとなっていますね。はい、じゃあちょっとねやってみようかな。まあ1枚だけかな最初はね。さあどんな感じなんでしょうか。ちょっと怖いね、行ってみるか。はい、早速マッチングしました。は二度と咲くことはない。行ってみようか。命はたった一度だけのもの。強そうだね。いいでしょう。ムーンライトイリュージョン。どうしようか、水鏡もいるし怖いね。これ撃っていいんだよね。HP とかは本当。価値を譲ってくれたのか。では2戦目行ってみましょう。行きましょうか。うー怖い。どこだ、水鏡。くらえ、我が殺と剣。わバカだ、なんてことだ。いいでしょう。去りなさい。あ、そうか、宝箱壊したのか。なるほど。ということは水鏡と相性がいいのか、水鏡はこの試合に相性がいいってことなのか。そういうことなのかもしれないね。これで勝利は完璧なものとなる。まさか。やつがきにしても飽き足らぬ。知れたろ。もう時間がない。でこれをやって、ここを任せて。いけ。神と人間の差を思い知。ここは任せて。あれ、私あ、そうか、先に宝箱壊した方がバフもらえるのか。そうだった。そのためのデフテロス水鏡か。すごいな、新しいシステムにね速攻で対応してきてる。はやめなさい。私に頼むか。後悔すればいい。死ね。なんとかなったか。アクソラロケット。相
と平和の大地。なんか音楽が変な風になってきてるけど時間がない。なんとか勝ててよかったね。よし次行ってみよう。宝箱の HP 見てみようか。見れるなら見れるのかな。成敗します。去りなさい。宝箱のステータス HP97000 か。ムーンライトイリュージョン。これは高くないのか。行ってみる一回。狙うか。さあ受けろ。落とせる。一発で落とせるわ。そういうことか。なるほどね。カノンで一撃で落とせるぐらいの HP なのか。どうだ。ごめん。どうだ。容赦はせぬぞ。いや、ちょっと待って、ステータス、スキル見てみよう。お酒。これは加算しましょう。ちょっと初心者の方だね。いやなんかね、これがたくさんあるんですよ。これね前回あのチケットと間違えて大量に買っちゃって。なんかねちょっといいやって思ってる。同じパーティーか。同じ人になってしまったな。まあちょっと時間ずらすか。まあこんな感じみたいですね。うん、まあ、かなり銀河の PVP に近いけど、まあ、宝箱は、まあ、カノンのギャラクシアンエクスプロージョン一発で落とせるくらいの感じですね。まあ落とせるか落とせないかはギリギリぐらいか。で、その後エネルギー消費低下がもらえてるみたいだから、まあそれ踏まえてね、たくさんエネルギー使ってでも先に落とす。で、その後の人たちは、まあそのね、バフを使って行動できるっていう方向で動くのがいいのかもね。はい、まあこんな感じですね。あんまり変わらないですね。あんまり銀河と変わらないですね。はい、まあそういったことなので、参考にしてもらえれば嬉しいです。最後まで見てくれてありがとうございました。またお会いしましょう。